はい、速稼塾の久保でございます。高級石焼き芋さん、どうもこんにちは。高級石焼き芋、高級石焼き芋、結構ね、舌が絡まりそうですよね。高級石焼き芋さん、こんにちは。速稼塾の久保でございます。今回も動画をありがとうございました。そうですね、チャンネル視聴者さんのターゲット層を考えるというテーマ、これ非常に重要なことだと思います。YouTube をね、アップロードすることに負担を感じない、これはすごく大事なことで、こんなね、 YouTube 活動なんて苦労してやるもんではないし、頑張ってやるもんではないんですよ。楽しいからゼロでもできる、ここがね、原点にならないと結局続きませんので。だからね、逆説的なんですけども、稼ぐために YouTube やったら稼げないまま終わるんですよ。なぜなら稼げない期間がずっと続くからなんですよね。でも YouTube やのが楽しかったら、稼げていようが稼げていまいが関係なくずっと続くんで、結果的に稼げる領域に行くまで続いちゃうってことになるんですよ。で、はたと気がついたら、あれ？入金があるじゃんみたいな、そんな世界に行けると思います。ただし、同じことをずっと繰り返してきて収入が上がるってことは、これはね、最初から奇跡を当てにするようなものなので、今回みたいに誰にどんな目的で届けたいかってことを決めて、その動画を作っていく、動画の監督をする、タレントをするってことが大事になってきます。この監督とタレントですよ、この両方がないといけませんから、やっぱ多少ね、演じるところが必要になってくる場合もあります。例えばどんなことを演じるかと言いますと、着てるものとか背景とかね、明るい表情とか、こういったものですね。声のトーンもそうですよね。やっぱり自分の素を出して当たる人ってあんまりいないんですよ。それはね、素がものすごく魅力的な人なんですよ。面白い人とかね、そういう人は何にも演じなくて当たります。でもこれは天性のものがある人だけなんですよ。天性のものがないと自分に思うんだったら、やっぱりね、受けるような表情とか声とかね、演出を考えなければなりません。それが監督でありタレントをするってことなんですよ。そういう意味で言うとね、今回はとってもいいテーマで話してくれたんではないかなと思います。いいですね。一つはね、真面目にやってるんだけど報われない人に送りたいと。あ、いいですね。で、真面目にやってない人が、まあ真面目にやって報われるためにはどうすればいいのか、もっと言うとですね、真面目にやらなくても受ける方法はどういうことに、報われる方法はどういうことがあるのかってことを伝えれると、この方の目的っていうのを達成できますよね。真面目にやったんだけども報われないなって人の勇気とかね、元気を与えることになると思います。そのためのね、アイデアをたくさん出していく、もしくは自分の体験をどんどん出していくってことになります。この体験っていうのは、ね、非常にね、パワーがありまして、自分も頑張ったんだけど報われてなかったんだ、でも頑張って報われるようにするためにはこれをやったんですよっていうふうな、自分の報われた体験ね、良かったっていう体験がたくさんある人は、この動画すごく作りやすくって、もっともっと楽しく動画を送り出すことができます。そしてですね、もしその体験がなくても、学習を繰り返して学習を体験のレベルまでやると、まるで自分がね、そういうふうな体験をしたかのように話すことができるんですよ。こうするとこれも人に勇気を与えたり元気を与えることができるんですよね。だから勉強するってこと、むちゃくちゃ大事だなということになってきます。はい、それでですね、2つ目、うつ病ですね。最近多いですね。うつ病で苦しんでいる30代とか40代の方に、まあ、メッセージを送りたいってことがあります。で、ここで考えないといけないことなんですけども、私はちょっと分かんないんですけども、うつ病の人ってそもそも YouTube 見るのかなと思ってるんですけど、どうですかね。まあ見てらっしゃる方もいると思いますけども、うつ病の方が YouTube を仮に見るとしてですね、どんな YouTube を見るかなと。同じようにうつ病でこう暗くなってる YouTube を見るのか、それとももう元気100倍でね、自分の心を本当にね、癒してくれたり盛り立ててくれるような YouTube を見るのかなってことを考えた時に、どんな YouTube 監督をすればいいのか、どんな自分がタレントでいるべきかってことが出てきますよね。もし暗い動画の方がうつ病の人をね、助けるんだと思ったら、暗い動画で低いトーンでぐったりしてやればいいと思います。でもそうではなくって、楽しく明るく勇気づけるためにいろんなことに挑戦するようなね、普通の人が圧倒驚くようなことをやるとかね、普通の人が人を喜ばせるようなことをしてね、楽しい動画を作っていくってものが、もしうつ病の人のね、支えになると思ったら、そういうことをやっていけばいいと思います。だからこれがね、一歩前に進むってことなんですよ。今回高級石焼き芋さんが、視聴者さんのね、層のことを考えているってことを申されてましたんで、私がそのもう一歩先をね、今お話ししました。はい、でまとめになります。そうですね、やっぱりね、元気がなくなったら人は休むことだと思います。無理してね、嫌なことをして辛いことを乗り越えてっていう風な美談がありますけども、辛いことは別に乗り越えなくてもいいんではないかなと今の時代だから思います。昔はそうはいかなかったんですけど、今はね、嫌なことを避けて、辛いことを避けて、一回も精神的に参らずにゴールにたどり着くことができるんですよ。むしろ嫌なものをですね、なんとか克服しようと思って、それができずに
心が病んでしまったりとか精神的に折れてしまったりする方がものすごく重大な過失っていうかね、過失になりますんで、私はですね、もう嫌いなもの食べないというのも一つだと思います。もちろんね、嫌なことを克服するぐらい前向きな人はいいんですよ。でも全員が前向きな人ではないですからね。前向きも後ろ向きもない人もいるわけですよ。でもその人にも多くの人と同じような権利があり人生がありますんで、それをね、前向きに行かなくちゃダメだよっていうふうに強制することはないと思うんですよ。後ろ向きでも楽しい人生、自分らしい人生、これはね、つかめますんで、まあ、その方法をたくさんの学習の中、もしくはたくさんの経験の中から伝えていくってことはできるんではないかなと思います。まあ、私はこの通りね、いつも楽観的で深く考えないんで、挫折をしたことがないんですよね。挫折しそうなものはこっちからぶち壊してやめてましたんで、だから挫折がないんですよ。またまともにやったら挫折はいっぱい多いと思いますけども、挫折してもう嫌な気持ちになるのが嫌なんで、いろんな適当な理由でね、チャレンジをごまかしてきたところがあります。まあ、楽天的なんですよね、だからね。できることをやるっていうことしかないのかなと。できそうになかったらやらないとかね。なんか困難を乗り越えるところに一定の美徳は感じるんですけども、まあ乗り越えなくても楽しく生きていけるんだったらそっちを選ぶかなっていうところですよね。はい、今回の返信動画は以上ですけども、またね、動画を送っていただければありがたいなと思います。それでは、また会いましょう。